中学生将棋名人戦は全国の予選を勝ち抜いた32人が集まり優勝を争います。今年は名古屋市内のホテルが会場となり、藤井七冠が開会式に出席し子どもたちにエールを送りました。皆さんがご普段の練習の成果を存分に発揮されて、この一戦が繰り広げられることを期待しています。またこの全国大会というのは本当に貴重な機会ですので、ぜひ今日一日ご大会を通してご参加者同士での交流を深めていただければというふうに思っています。藤井七冠はその後、子どもたちの対局の様子を見て回りました。藤井七冠は現在防衛を目指して王位戦を戦っていて、今月17日と18日に北海道で第2局が行われます。